もうこのままもう行っちゃいますんでね、行ってしまいます。
さんこんにちは。こんにちは。佐久長同盟でございますと言います、私がですね鹿児島出身、そして私が山口県出身なので佐久長同盟という名前が、ついてます。ちょっといかつい名前なんですけど、優しいフォークを歌いたいと思います。よろしくお願いします。それで最初にね、忘れちゃうから言っておきますね、今回のサウンドオブローズガーデン、水辺の休日は官民連携の組織であります、水道大阪コンソーシアムより企画開催されています。水道大阪コンソーシアムでは世界でも珍しい川が都心部を串の字に回る水の回廊を中心として、水辺のシンボル空間作りや水辺のにぎわいの創出などさまざまなプロジェクトに取り組んでいます。一応官民ながらいらしていただきました。ということで、今日はあいにくの雨と言いながらね、ちょっとなんとなく持ってる感じがしましたんで、まあ、雨の歌を歌いましょうか。ちょうどね、レパートリー、はい、数少ないレパートリー、雨の歌が2曲もありますんで、もういっぱい数ある中で選んでしまいました。続くま
まで。雨の歌です。なんか雨の歌がね、と言いながらなんか晴れてきた感じもないことなんですけど、なんか涼しくてね、ちょうどいいですね。ですね。林さんともね、あのコラボやってるんですけど、久しぶりに会いましたね。そうですね。なんか今年、去年から定期的に社長同盟でね、ちょっとやらせていただいて、出させていただくんでね、すごい。活動ペースはすごい多いかなと、いつもよりは思います。次の歌は雨の一日という歌で、僕はこの歌をメインじゃなくてハモリをしたって、俊弘さんっていう僕のお友達がいるんですけど、俊弘さんにお願いしてメインを歌ってもらって、僕ハモリを歌ってしてましたけど、ということで林さんがメインボーカルです。はい、トンボちゃんの雨の一日という歌です。突然あなたは言い出し、私はどうしていいのかまるでわからない。ポツンと部屋に閉じこもってもどうにもいたたまれないのは、今夜激しく降っている雨のせいですか。知らぬ間に部屋を出てあなた探して暗い道走っていつもの喫茶店でも、今ドアを開いたら他の誰かといるようで、雨と涙に濡れながら一人で帰った。潮風に育ったわがままな僕だけれども、お袋のことだけいつも気になっていたんだ。君ならうまくやれそうだって、テレ屋のあなたがぽつりと言ってくれた時に涙流れていました。教えてほしいの、二人のために私にできることもうないのでしょうか。今でも明るい声がしておいでと呼んでくれるなら、家も教科書も投げ捨て飛んで行きます。教えてほしいの、二人のために私にできることもうないのでしょうか。今でも明るい声がしておいでと呼んでくれるなら、家も教科書も投げ捨て飛んで行きます。最初に歌ったのが、
春雷が吹き舞うと、で、トンボちゃん、また火の塔ということで、昔のね、フォークソングです。加えたまもね公園のベンチに戻るがる。ちょっと待って、ちょっと待って、風がね、風のせいにしようLight day up. 吹き出す赤い
way up。 愛嬌を塗りつぶしてしまえ、愛嬌を塗りつぶしてしまえ。共通項目は村下幸三さんの歌が好きということで、はい、これから3曲村下幸三さんの歌を歌い切って終わりたいと思います。村下幸三さんの歌を味わうと。そうですね、はい、なかなかね、村下幸三さんも、まあ、初恋とかね、ひとりことかすごい有名ですけどね、いっぱいその他にもたくさん140曲ぐらいね、曲があるんですけど、確か135曲でしたっけ、135、これは林さんにも失礼ないです。はい、ということで、止まり木ですね、はい、止まり木という歌です。
しつこいよって言ってたんだけど、ちょっと薄めに行って。次は踊り子という歌なんですけど、これね、林さんと初めてコラボやった曲なんですよ。村下の中では ね、初恋と踊り子がすごい、ね、有名ですからね。ということで、明るい歌なかったね。そうですね。
最後ね、あの村下幸三さんの初恋、ちょうど季節的にはいいですね、5月で。そうですね、いきなりね、雷はと思ったんですね。はい、じゃあまたぜひ、今度またサウンドホールに行って練習しましょうね。ちょっと私もちょっと失敗しましたけど、はい、ということで、最後です、初恋です。どうもありがとうございました。薩長同盟でした。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょうどおめでした。